可用性グアニル酸シクラーゼは、一酸化窒素の唯一の基地の受容体である。可用性で、すなわち完全に細胞内に存在する。最も注目すべきは、この酵素が血管拡張に関与していることである。人では、遺伝子グシー、グシー 1A2, グシー 1A3, グシー1バイト2及び、グシー1バイト3によってエンコードされる。 EC 番号4.6、1.2に分類されている。SGC は、一つの α サブユニットと一つのへ、無結合 β サブユニットで構成されるヘテロダイマーで、ある。各サブユニットは、N マッタン、ハノックスドメイン、パッサマドメイン、コイルドコイルドメイン、C マッタン触媒ドメインの4つのドメインで構成されている。哺乳類の酵素は、 ベータ1サブユニットのハノックスドメインにあるキニーに、ヒスチジンリガンドと共に、2状態あたり1つのヘムを含んでいる。FE の形では、この M 部分は1酸化窒素の標的であり、適切な刺激後に、内皮細胞によって合成される。1酸化窒素がヘムに結合すると、C 末端触媒ドメインが活性化され、GTP から CGMP が生成される。 SGC のベータサブユニットのハノックスドメインは、ホテツへ、無グループを含み、広範囲の生物で見られる関連センサータンパク質のファミリーの一部である。ハノックスドメインは、結合 M を使用して、一酸化窒素、酸素、および、またはおそらく一酸化炭素などのガス調理ガンドを感知する。SGC のハノックスドメインには、利用可能な構造がないが、 いくつかの細菌ハノックスドメインが結晶化されている。SGC にはパスタイプの規制ドメインにちなんで名付けられた。光、酸化ストレス、または二原子ガスを含む様々な条件のセンサーとしての補鉄グループとして働く。SGC の場合、パスドメインはヘテロダイマーの形成を媒介し、ハノックスドメインから触媒グラニル酸シクラーゼドメインへのシグナル電波に 役割を果たす可能性がある。SGC のパスドメインには利用可能な構造はないが、SGC と高い配列相当性を持つ、タンパク質のパスドメインは結晶化されている。SGC のパスドメインの後には、様々なシグナル伝達タンパク質に見られるシグナル、伝達ヘリックスと呼ばれるセグメントを含む拡張、コイルドコイル領域が続く。 SGCβ サブユニットのコイルドコイル領域の結晶構造が決定された。SGC の C 末端にある250残機のグアニル酸シクラーゼドメインは、可用性及び膜結合、グアニリルシクラーゼに高度に保存されており、多くのアデニリルシクラーゼの触媒ドメインと重要な相造性を共有している。2008年に最近のグアニル酸シクラーゼドメインと、 SGC グアニルサンシュクラーゼ触媒ドメインの最初の構造が報告された。2009年後半に人のグアニルサンシュクラーゼ触媒ドメインベータサブユニットの結晶構造が報告された。完全調の SGC の結晶構造は未だに明らかにされてはいないが、おおよその立体構造は可視化されている。膜結合性と予想されるが、その極材は未だに不明である。脳は SGC 活性の少なくとも200倍の増加につながる。一酸化窒素は部分的に満たされたパイ軌道を持っているため、バックボンディングはヘムの複合体の曲がったジオメトリを優先する。脳には強いトランス効果があり、脳結合が電子を軸配位子に向かって DZ に軌道に非極在化させると、ヒスチジンと鉄の結合が弱まる。このように、 遠位の位置で結合している一酸化窒素は5肺位の FE 脳作体に介離するヒズ FE 脳作体を与える。ただし、SGC の活性化における2つの異なる脳依存プロセスの同定により、近遺の脳がヒスチジンの痴漢に関与し、中間の6座標の脳 FE 脳複合体が生じると推測されている。生成物の濃度に応じて中間体は2つの5肺型。 より活性な遠移能結合型、または活性の低い金胃能結合型のいずれかに、乖りする。対立仮説では、2番目の非へ無結合部位が2番目の、脳依存性活性化プロセスを説明し、完全に活性な酵素を与えるとしている。酸化ストレス条件下では、フェスグックは酸化され、ヘムを失う可能性がある。ヘムフリーは、 もはや脳に反応しないが、いわゆる SGC 活性化化合物に反応する。後者は、空のヘムポケットに結合し、脳によるフェスグックの活性化と同様の方法で、酵素を活性化する。さらに、SGC には、アロステリック部位が含まれており、SGC 刺激物質が結合する。それらは、脳 SGC シグナル伝達を増強し、脳の純最大活性濃度が、 SGC の最大活性化に到達するようにする。単独では SGC 刺激因子は SGC にわずかな影響しか与えない。2017年2月現在 SGC をターゲットとする FDA 承認薬は一つのみである。利用シグアとは2種類の肺高血圧症、すなわち慢性血栓促先性肺高血圧症と肺動脈高血圧症を治療する。 SGC 刺激薬という新規クラスの最初の薬剤である。シナシグアとは SGC 刺激剤で候補薬であったが、急性肥大症性心不全の臨床試験で緊急介入を必要とする治療誘発性、低血圧イベントの発生率が高いため有効性を実証できなかった。ベルイシグアとは SGC 刺激剤で新規傾向投与慢性心不全治療剤として、 ハフレフの P3 試験は2019年8月28日に中止となったが2019年10月現在ハフペフの P2 試験段階にある。ありがとうございます。